カウンティスタジアムはアメリカ合衆国ウィスコンシン州ミルウォーキーにかつて存在したスタジアム。主に野球とアメリカンフットボールに使用された。野球では MLB ミルウォーキーブレーブスが会場から1965年まで、ミルウォーキーブルワーズが1970年から2000年の平常まで本拠地として使用した。アメフトでは NFL グリーンベイパッカーズが1933年から1994年までグリーンベイとミルウォーキーの2都市を本拠地にしていたことがあり、このスタジアムは1953年から1994年までミルウォーキーで試合を行う際のスタジアムとして使用された。ミルウォーキーはもともと野球熱が高い地域だったのだが大リーグの球団はなかった。球団を誘致しようと 1950年10月19日、公的資金を投入して、スタジアムの建設が始まった。一方、ブレイブスは、ボストンに本拠地を置いていたが、レッドソックスの影に隠れて人気は、今一つ。年間観客動員が100万人を超えたのは、1947年からの3年間、のみだった。そのため、球団移転を検討し始める。 移転先に名乗りを上げたのがミルウォーキーだった。1953年3月13日、シーズン開幕直前に、ブレーブスがミルウォーキーへの移転を発表する。4日後の17日にはナリーグ各球団の了承を終え、移転が正式決定した。一方の球場も、建設資材の不足や、建設作業員のストライキなどで完成が遅れていたが、シーズン開幕に間に合い、 4月6日に会場した。待望の大リーグ球団がやってきたということで、人気は爆発。移転者年には182万人を動員し、リーグ新記録を達成。翌年からは4シーズン連続で200万人超えを果たした。チームもリーグ優勝2回など躍進を遂げた。しかし1960年代に入り不振が続くと、客足も鈍り出す。百六十五年。 球場賃貸契約が切れると同時に、ブレーブスはアトランタへ再移転した。1953年からこの球場を使い始めたチームがもう一つあった。それは NFL のグリーンベイパッカーズである。パッカーズは1933年からグリーンベイと同じウィスコンシン州内にもう一つ本拠地を置いていた。それがミルウォーギーだった。カウンティスタジアムの形状がアメフトとの兼用に、 向いていると考えたパッカーズは1953年からここで毎年3試合ほどを開催するようになった。1968年、カウンティスタジアムで3年ぶりに野球が開催される。ホワイトソックスが年間9試合をここで行った。観客動員はその年の合計の3分の1に達した。翌年は2試合増やして11試合を行い、やはり成功。 これに目をつけたのが、バドセリング。1969年に誕生した、新球団シアトルパイロッツを買収し、ミルウォーキーに移転した。現在のミルウォーキーブルワーズである。1990年代に入り、ランボーフィールドでの観客動員が好調なパッカーズが、カウンティスタジアムの使用をやめ本拠地をグリーンベイ一本に絞った。その一方で、ブルワーズも新球場建設を決定。 1996年11月9日、カウンティスタジアムの隣で新球場、ミラーパークの建設が開始された。2000年9月28日に閉場。カウンティスタジアムは取り壊され、現在はリトルリーグ用の小さなヘルファーフィールドという球場が跡地に立っている。これらの演出は新球場、ミラーパークでも行われている。ありがとうございます。